9番の三上を抑え込んだ3番の塚本、さあここは塚本が早めに前に出ていった。残り600の鐘、2番の土屋もこれを強引に叩きに上がるが、3番の塚本ペースを上げる。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。さあ3番の塚本と2番の土屋、ここは先行争いになっていく。2番の土屋がわずかに前に出たが、しかし内から3番の塚本ももう1回踏ん張っている。さあここは土屋と塚本先行争い激しくなったが、土屋がここで前に出た。2番手7番の岡本が追走している。その後ろ8番の川上、まくってくるのは6番の桐生。さあ合わせるように8番の川上も踏んでいく。4コーナーから直線、土屋が先頭、追ってくるのは岡本、外から9番の三上が突き抜けた。ゴールイン、一気にまくった三上義孝です。